と呼んでみましょう、うん、さあということで今回のゲストの菊池亜美さんです。どうぞ。もしも出にくい。何が何が出にくいでどうしたのよ。いや本当ね、うん、ちょっとうん、いいですかこのまんまで。いやいいですよ。ちょっと本当いろいろ私言いたいこと、まずしくじりの件言いたい。どうしたの。しくじり、まあ、落ち着いてよ。しくじりだなんかあるの。いやありますよ。だからしくじり、うん、私たまたま、うん、ね、うん、たまたま出てないんですよ今。あスケジュールとかそういうあれで、いろいろ別にそういうわけじゃなくてってことね。別に違うんですよ多分。ね、あそうなんだ。そうでもさっきここの、はいはい、この現場に来る前にちょうど本当リアルなテンションでマネージャーさんと、なんか今日クミッキー収録行ってたみたいですけど私呼ばれてますかって話をしてたんですよ。だからもう本当にショックで私もこれどころじゃなくなっちゃったもん。なんかそっちをまず入っちゃった。なるほど。でも若林さんも別にスタッフさんが聞いたわけじゃないからね、うん、いや僕の、うん、予想ですから。そうそう個人の。でも俺がなんか、うん、リアルに感じてるのは、うん、俺いつもこう授業始まる前にさ、しくじ先生なんか多少話すじゃん生徒と、はいはい、あの時になんか、うん、最近菊池亜美が来てませんねって何回か言ったことあんのよ、うん、はいはい、どうでした。でしたらウケんのすごい。ウケるっていうかもうほんと何それ、地獄のようにウケんのよ。ねえやめよそういう本当に全然入ってきてないその情報。いやそれはまあそうで、なんかさらっと俺も言ってるから、うん、嘘。しかもねなんか私全然しくじる先生のスタッフさんにお会いだからしてないんですよ、うんうん、してないんだけど、うん、今日さっきツイッターでね、うん、そのこのラジオ出ますって言った時に、うん、しくじり先生スタッフ一度応援してますって来て、あらどういう気持ちでしたそれ。けど全然出てないんだよしくじり。それだから味方でいてくれてるわけじゃない。久しぶりの会話がそれですよ。だってそれはいいじゃん頑張ってどうしようと思って。なんかでも、うん、やっぱあそこ狭きもんだよね、うん、しくじり先生の、うん、3列目のところ、うん、いや本当にだって最近結構出てますもんね、いろんな方。やっぱ気になる。うん、あいろいろ考えちゃったの。でもさそれはその番組としていろんな人を、うん、まあ、試すじゃないけどね、うん、で最終的にその菊池亜美になればいいじゃない。いやでも何ヶ月後露骨すぎません。私クミッキーとねすっごい仲いいんですよプライベートで、そうだから仕事のこととかも話すんですけど、そうかなんかしくじりだけは触れられないの。あーなるほどね。どっちがもう大変だねそれもね。そうですよ。でもほら応援してくれてるわけだから、まあ、少なくともこのねラジオに関して言ったら、うん、あれさ、うん、しくじり先生はさ、うん、2時間ちょい授業あったりするじゃん、はいはい、あの時やっぱいろいろ思うもん、あちょっともうちょっと私出といた方がいいかなとか。なんかその打ち合わせの時に言われるんですよスタッフさんに、ちょっと今日も頑張ってねみたいな。ああ頑張ってねっていう方向で。その今日も頑張ってねっていうシンプルな言葉、一番なんかいろいろ含まれてません。ああ具体的じゃないよね。いろいろ考えちゃうのすごい。頑張ってねってプレッシャーだよね。そうそうそう。先ほどね若林さんがなんか個人のね、うん、まあ意見で分析したけど、1時間15分ぐらい、1時間過ぎぐらいでやばいと思って、うん、その無理やりこうねじ込んでくると肩を、うん、っていう分析はどうなの。そこに関して言ったら、ね、それは、まあ、反論があったらね、ほぼ当たってるから言ってほしくない。本当に言ってほしくない。だってこれ聞いてたら思っちゃうもんみんな。それもっと私もう全部出にくくなっちゃう。あそう言わないでそういうの。しくじり出にくいもん今すごい。いやそれはそれで、うん、その菊池さんに振る、うん、先生が振ることもあるし、うん、はいはいはい、それはなんかみんながワーってやった時入ってくるのも上手はかなりトップクラスよ、うん、はいはいはい、でそれにして持って入り方が 1,2 回あるんですよ。それを俺は楽しみにしてるのいつも。いやいつもね、うん、これ出過ぎかな、うん、出てないかなって気になっちゃうんですよ。まあそれ難しいね、うん、出過ぎてもダメだし。最近吉村さんも、うん、会ってもしくじりのこと振ってこないようになったんですよ。なんかしくじり出てないねってすごいいじられてたんですよ最初。全然来ないじゃんみたいな。最近もうしの字も言ってこない。本当になんか私やばいと思われてるのかなと思って、うん、いや大丈夫大丈夫よ。やめてもしくじりの話一回置いとこ。そうね、うん、いやだから、うん、俺はだから来てほしいのよ、うん、だから言うのよ。じゃあさっきのマネージャーさんに聞いたら、うん、大丈夫です。亜美さん呼ばれてます。今日はスケジュール、うん、今日もあったんですよね。あったあった。スケジュール NG ですって。なるほど。じゃあ今日は別のお仕事が入ってたから。そういうのは忙しいからみんなそれぞれ。そ
そうよ。でも固定でしょ、うん、レギュラー番組ならこの日この曜日に収録みたいなさ、はい、うん、そう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 、うん、じゃああれはどう、バラエティーズエンジェルの、うん、ねえ、バラエティーズエンジェルこそ、うん、今始まったばっかだから言われたくダメだよ、スタジオの人が言っちゃ、こんなさ裏側のことを一番裏側言ってんじゃん、男さんがこんなさ、うん、まだこれ続くかもしれないんだから、いや相当面白いコーナーだね、あれもうスタジオすごいもう盛り上がって、超盛り上がってる、そうよ、盛り上がってるけど思ってるってことでしょ、若部さんが、ああこれちょっと出過ぎだなみたいな、だって俺じゃ出過ぎじゃなくて、俺が思うことだってまた裏やっぱ斜めだから俺性格が、でもなんかこういう出る側の人が言ったことってなんかスタッフさんも、うん、確かになみたいな感じなっちゃうじゃないですか、なるほど、なんとなくもやっとして思ってたことを言葉になっちゃったってパターンね、そうなの、で、でもそういえばさ、うん、ドケチ節約家じゃないんだもんね、ドケチではないですね、ないもんね、だからあのロケでは一緒じゃなったことないもんね、うん、ドケチ隊のメンバーではないよね、うん、あ、うん、そうよ、え、今いくつだっけ、25です、25か、はい、25、でもまだなんか思ったより若いのが結構、どのぐらいからテレビの仕事、テレビは一人で出たのは21です、へぇー。一人で出始めたアイドリングからってこと、アイドリングは17歳の時にやってて、一人は21ですね。先生、何アイドリングで頭角を現したから、一人で出れるようになるもんなの、やっぱそういうのって。めちゃイケに、うん、あ、いいんですか、めちゃイケとか言って。いや、大丈夫ですよ。めちゃイケに。全然大丈夫。そういう、そういう系列ですから。そういうね。いよいよそういう、ね。裏をしっかり知ってるから、ほ、ね、うんと、業界を気にするから、ねねね。そういうのやめよう、もう一回。ちょっと、一回やめよう、ちょっと。ちょっと聞いて一回。やめてよ、CX とか言うの。フジテレビって言ったらいいよ。めちゃイケ。これ、そのうち LF って日本放送って言うから。我々も言ったことない。めちゃイケで、うん、そのやっぱ AKB がすごい人気の時に、うん、AKB 以外だらけのアイドル大運動会っていうのをやったんですよ、で AKB 以外のアイドル100人出た時に、まあそれ1時間の放送に対して10時間ぐらい収録だったんですよ、運動会だったから、それでもう全員集められて、この中で絶対に一人一言喋るのは無理だから、前に出れる人はどんどん出てくださいって言われて、その時にこう結構前に出てたのが私とももちで、結構使ってくださってたんですよ、それ相当いたし人数、相当いましたよ、すごいね、100人ぐらい、100人ぐらいいて、うわー絶対無理だな100人も芸人いたら無理だわ。でその使われたところをマネージャーさんと事務所で編集自分たちでして、でその登録を各事務所あの各とこに配るっていう CBS 話さなくていいよそれこそ話さなくていいで、営業して CBS 営業して郷田さんとかもういろんな、いいんだよバラエティの偉い人の名前出さなくていいんだよCBS もそれこそ言わなくていいだよ、そうなんですね、マネ2人で直接行ったってこと、直接全部直接です、いやでもさ、だ、ね、すごいよね考えたら、でももう一回やれって言われたら無理ですね、あやっぱそのなんか勢いみたいなのがあったら絶対無理です、もうダメ元で行ってやるみたいな、うん、だからもう一回そのグループの中で一人で頑張れよって言われてももう無理だと思います、でそれでもあのマスノさんも言うもんね、菊池亜美が一番やっぱ出てて頑張ってたってね、だからマスノさんってもともとそのリーダー、次のリーダー、リーダーが卒業するときに、次のリーダー決めるときに、絶対私ってリーダータイプじゃなかったんですよ。でも、マスノさんだけは、菊池で行った方がいいんじゃないみたいなことを、ずっと言ってくれてて、中心になる人物だと思うみたいなこと言ってくれてたから、結構ね、マスノさんにも全然気に入られてる私。全然気に入られてるよ。なるほど、それ言ってるとこいいよ。全然気に入られてる。あんな通じつ、知らないから。全然気に入られてる、ああそうか、そのスタッフさんとか知らない人もいるかもしれない、だからそのことだけをいろんなバラエティーのところに行って行った方がいいよ、そうですよね、いろんな局の TBS とか行って、私マスノさんに気になれてます、そのことだけを言いに行った方がいいと思うよ、全然気に入られそうにないじゃん私って、だってそのキャラ的になんか合わな、うん、そうじゃないですか、でいやマスノさんもやっぱ本当じゃないと絶対言わない人だからね、うん、そうそうそう、うん、なんかダメ出しとかも言われますけど、全然気に入られてる、いやそのだってあんだけの人数から出てきて一人でなかなかだよねやっぱりね、いやもう、うん、今度突破してきたんだな、だからね、あれそれで、この間
え、タカさんの誕生日会？タカさんの誕生日会。そう、私のタカさんの。それまでは別に春日のことは何も思ってなかったの、ね、ちょっと待って、私これ本当言いたいんですよ。うん、なんかね、うん、春日さんがその私のカラオケのこと言って、うん、で、そのここのラジオの話でしてたのに私が食いついたみたいな感じになってるじゃないですか。なってるよ。でね、違いますから。うん、どういうことなんだろう。違う、私は、春日さんは絶対知ってるはずなんですけど、春日さんがタイプ、かっこいいっていうのもずっと前から言ってるんですよ。えそれを言ってないじゃないですか、春日さん。言ってない、言ってない、ラジオで。いや、それを分かって、なんか、菊池ちょっと可愛いと思ったとか、わざと多分言ってるんですよ。あ、その泳がそうとして。私が、かっこいいって言ったら絶対知ってるんですよ。あ、もう分かってるはずなんだ。だからなんか、ややこしくなってるとか言われてますけど、いや、私の方がそうなんですけど、みたいな。なんでみたいな。ややこしくしてんじゃん、自分がって。思ってたんですよ。いや俺もそう思ってたんだよ。逆逆そんで聞いたことないよ。いそんな前から春日さんにそのヒルナンデスで、そのロケの時にヒルナンデスのスタジオで誰がタイプなんですかとか聞かれるんですよ、うん、ああはい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 、はい、その時に春日さんですって、うん、言ってんだ。そう言ってるんですけど、うん、そうカットされてて。なんでカットされんだよ。そうでそれを、うん、それも言ったんですよ。え絶対今なんか初めて聞いたみたいな反応してますけど、私これ5回くらい言ってますから。本当に5回くらい言ってるの。言ってる絶対言ってる。じゃあ誰かから絶対伝わってんだ春日に。本人にもいや私春日さんって言ってんですよって言ってんですけどカットされてんですよねって言ったら春日さんは、うん、じゃあそれはなんか番組的に面白くないんじゃない菊池が春日っていうのって。でもそれ普通に春日が言ったの。今普通に言ってましたよ。これはごちゃごちゃしてるね。いやこれはね、いやちょっと、いやちょっとね、俺もね、うん、話切れちゃってる今。いやその私結構女子の気持ちをどうだ、うん、なんか泳がせすぎだよね。本当にだから私本当にもう付き合いたいって思ってたけど今ちょっとなんかこんな男だったんだと思ってる。もう CM こんな男日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。いやなんかその今 CM 中にそのゲッターズ飯田さんにこう菊池さんが今年絶対彼氏ができるって言われてるんですよね、うんはい、えそれで実際いないんでしょ、うん、本当にいなくて、うん、でその他に何ですかってもっと詳しく教えてくださいって、うん、ちょっとその前にさ、うん、菊池さんでもモテんの私はね、そもそも結構、うん、ハマる人にハマるんですよ。本当に本当に本当に何その曖昧な言い方。あの全体的にじゃなくて、なるほどね、狭いけど、ハマる人にはまるの。じゃあたまに、うん、じゃあもちろん誰とかそういうの聞かないけど、はいはい、グッとこう来る人いる。私意外と、うん、アーティストさんにモテるの。いやちょっと待って、ヨタコ言ってんじゃねえとタコ、ね、ちょっと待って本当なんだもん。グッとさ、何聞かせに来てんの。本当にマイクに近づいて近づいてさちょっと作ってさ、いややっぱあのバラエティで会わない人たちに、うんうん、アーティストさんって例えばそのミュージシャンとかってこと、どうやってどういうアプローチされるの。たまにお会いするときに、菊池さんをテレビでしか見たことないですけど、僕すごい菊池さんにお会いしたくてみたいな、その時連絡先とかいいですかみたいな感じで、全然いいですよって言ってご飯とか行ったりとか。でも私意外と硬いの。いや知らない。嘘つくなよ。そんなわけねえだろ。向こうでそのつもりで来てるよ。抱けそうだなって来てるよ。それカズが見つて、カズが良くないぞそれは。そうですよ、お前やれそうリストの一番上に書いてある、ね、やめろお前。そうなのだからね、別に何もないです。だからそれやっぱハマる人にはハマるっていう、うん、でそれでそういう回があっても、うん、その菊池が私はちょっと違うかなとか思ってきたってことは、なんかちゃんとどういうところを見てんの男の、うん、なんかでも顔とか本当にタイプとかないんですけど、はいはい、なんだろう、うん、なんか結構私春日さんのいいなと思ったのが、うん、なんか結構春日さんってテレビとかで、うん、なんか結構前に出る感じじゃないですか。こうなんていうんですか、キャラ、ギャル風的に、はい、キャラね。でも全然違うじゃないですか、うん、プライベート、ね、そう、うん、それがめっちゃかっこいいなと思って。あ、ギャップだ。そう、あでね、その、うん、春の愛さんのお店でその、うん、タカさんの誕生日会の時も、うん、そのお姉のユシンってね、うん、私の友達がいるんですけど、うん、その子も一緒にいて、うん、その子はもう、うん、私が前から春日さんのこといいって言ったの知ってるんですよ。あそう、うん、知ってるんですけど、うん、あんたずっと春日さんいいって言ってたじゃないみたいな、今日いるわよみたいな、うん、言われてて、はいはい、そう、でも、その
春菜愛さんも、春日さんのこと結構なんか好きで。うん、どんな三角関係地獄じゃねえか。羨ましいな。好きで。羨ましいな。地獄トライアングルじゃん。飛行機は消えるとこね。バミューダね。バミューダトライアングル。いや好きで、そのなんか春日の隣行けよみたいな、なんかノリあるじゃないですか。なんかまあまああるよね。春菜さん行けよみたいな。うんうんうん、だから私、その、うん、その一次会が終わった後に、うん、春日さんに、うん、飲みに行きませんかって言ったって言ったじゃないですか。おいおいおい、それも、うん、わざわざ、うん、ちょっと春菜さんの前で言ったらちょっとやばいなと思って、春菜さん見送ったの覚えてます？春菜さん見送ったんですよ。なるほどね。こっち、春菜さんこっちですよね。私こっちなんでって言って。そんなん知ってた？そう。左なんだけど、右行きかけて左行ったの、私。本当に。本当に。フェイントかけて行った。そう。右ですよって行きかけて左行って、ね、春日さんって思ったんですよ。それで直接誘ったわけだもんね。そうですよ。で、その本当、あれ高校生とかで言うと、うん、もう本当、一緒に帰りませんかみたいな勇気出して。いや、もう、本当恥ずかしかったんですよ。うん、でも、なんか、酔っ払ってたし、うん、そう、酔っ払ってるふりして行こうと思って。いいね、乙女だね。春日さん、みたいな。あ、ちょっと酔った。なんか言ってたもんね。だいぶ酔ってたみたいな。だいぶ酔ってた。けなげに酔うふりをしてたんだよ。はすごいお酒強いんですよ、私。だから、そこで、ユシンにも、二人で酔っ払ったふりしようとか言って。誘ってね。ついけんを誘ったわけね。え、春日さん、行きましょうよとか言って。なるほど、なるほど。そしたら、なんか、うん、って言ってきた頃。うんうん、なんか、今日もだから多分、ドキドキしながら来てると思うのよ。うん、あ、そう、うん、そうは見受けられない。いや、だから、ね、いつもとちょっと私服と違いますし。うんうん、そう知らないし。いや、なんか俺はそのしくじりとかで、やっぱちょっとね、あの、なんか艶っぽい私服着てきて。いや、そうでもね。肩がゆったりとしてる感じ。あと、ゆっくり太ったかな。あと多分ね、あの、多分小顔エステ行ってきてる。一番いい状態を。今日のために痩せてきてるんですよ。うんすごい嫌だそういうの私これ、ね、爪もなんて書いてある見せてるその爪に、まあ、書いたねなんて書いてある爪ラブとライク、うん、いや爪にラブとライクって書いてまさに今の気持ちなんですよいやありがたいねどの番組出るより今恥ずかしいの緊張するいやそうでしょ、うん、なんかそういう気持ちなんだよありがたいよこれはねで結構もう 1,2、うん、年前から言ってんだね全然言ってますっていうそのギャップですよギャップ、うん、そうでそれお前本当、うん、忘れてたはずないだろ、うん、あのそのめったに言われるわけないんだから、うん、いやだからそう言われてまあ忘れてまあ言われたなっていうのは覚えてるわそういえばだけどほらまあ、流すじゃないけどさ、うん、そのね、うん、あそうなんだぐらいのさ、うん、信用はしてないっていうレベル私めっちゃジャブ打ってたんですよでもジャブ打ってた、うん、そうタカさんの時でも、うん、タカさんのオリジナル の、うん、あのスウェットみたいの着てたじゃないですか、はい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 、でタカさんに、うんあの私もこれ欲しいですとか言ってて、うん、え何色かあるよみたいな話す時に、うん、えこの春日さんの着てる同じ色がいいですとかなんか分かりづらいけど私なりに頑張ったんだから気づかないよいや私も恥ずかしかったんだからいやそれはねもうね耳には入ってたの音としてでも脳が反応してないただこの色が欲しいんだなって菊池亜美が言ってるなぐらいのでも、感じだったから、ね。カスラさんはあの家に住んでて、うん、あの、まあ、節約家じゃないですか、かなり、はいはいはい。そこは大丈夫なんですか？だからそこだけ見ると嫌なんですけど、別になんか春日さんとは、最近出会った関係じゃないから、この、うん、ずっとお仕事とかしてるじゃないですか。はいはいはい、だから、うん、なんか全然、うん、ね、嫌だ、ちょっと。いや別に誰も何も言ってんじゃない急にお姉出されても困るんですいやお姉じゃないいやでもねそういえばねなんかね俺も一回ねなんかねあのフジテレビのね芸人さんがいっぱい出るドラマのねラーメンのやつでね一緒になりましたなんか3人でねロケドラマの中のねロケみたいその時も結構ね2人がすごい盛り上がっちゃってめっちゃ喋ってたんでしょめっちゃ2人喋っててで俺はその時から思ってんのこの2人が結婚したら本当あの芸能界で天下取るの2人で MC やると思って全然でもあのだって、うん、あちょっとそれでさ菊池さんの方のそのラジオね伊勢原 FM でやってた違うラジオ日本ラジオ日本でやってるやつで、うん、募集したんでしょリスナーさんに、うん、だからもう、うん、向こうのスタッフさんがもうノリノリでいやだってたださ
アイドルで菊池さんのファンっていうのがやっぱがっつり聞いてるわけよ、うん、それ大丈夫なのそれは。だからすごいありえないみたいなメールとかも来たんですよ。そうでしょそら来たんですけど、私はそれのメールがありえないと思って、うん、どういうことよ。いや私のこと好きだったら春日さんのこと応援してくださいって言ったんですよ。そしたら次にごめんなさいって来た。なんかそういう兄にも、いい子だね、そういう兄にも、いいもうなんか受け入れますって。ちゃんとその成立しちゃってんじゃん。ファンとの信頼関係があるから。そうそう送り出されてきたってことね。スタッフさんからのリスナーからも。別にでも言っときましたよ。別にあの、うん、今すぐ付き合うとかではないからって言いました。だってそうじゃないですか。ああ、ね、確かに。だから今すぐ付き合うとかじゃなくて、うん、お互いね、そういうのがあるから。でもね、私ね、本当に春日さんとご飯行きたかったんですよ。うん、でも、うん、若林さんがこのラジオで言うから本当に行けなくなっちゃった。恥ずかしいもん。あ、なるほど。俺がこれ言わなければリアルに行けたかもしれないんだ。あの、ご飯はね。何そんなご飯はわざわざ別に強調しなくてもいいで、何を想像してさ。違う。だってそういうなんか性的なあれじゃないですよ。当たり前だよ。当たり前だろ。俺だってそうだわ。さすがに早すぎるわ、性的な方に持ってくのに。一発やりたいとかじゃないのね。違う。それで、その一発やりたいとかじゃないんですよ、私は。私違うんですけど、それでなんか、言ってたじゃないですか。私もこのラジオ聞いたんですけど。うん、ありがとうね。春日さんが、ねはい、若林さんがね、一発やりたいとかじゃないらしいよって言ったら、なんか、え、菊池と一発やりたい人がいんのみたいな。あ、言ってた。言ってきたじゃないですか。言ってた。え、超いますからね。来てる。お便りいただいてる。オファーいただいてます。オファーいただいてる。全然来てる。オファーいただいてます。オファーいただいてるから。本当に、だからもう、あーと思って。あーこれもう、私突っ込んでたもん、一人でラジオで。いるわって。本当に。あこれは失礼しました。うんうん、あなるほどね。ちょっと見くびってたね、それはね。いや、なんか、なんだろうね、うん。なんでそう思っちゃうんだろうね。私が、うん、なんで、やっぱりその、あんまりそのさ、フェロモン的な感じ。だからさ、うん、女芸人さんとかと同じ枠で見てんじゃないの。うん、あでもそれアイドルだよ。顔よく見てみ、一口の。ねえ。うん手振ってるよほらこの距離で手の届く距離で手振られてます全然関係ないけど、うん、たまにさもう、うん、信じられないぐらい、うん、丸い時あるよね顔がちょっと激しいんですよね。あそう日によって変わる。そうそう今日は、うん、今日はやっぱ持ってきたピーク。だって春日さんあの太ってる人 OK って言ってたから、うん、ああそうそうそう今日はもう昨日梅干しサワー飲みまくった、うん、むくんでもいいと思ってむくんでもいい可愛いとかあるじゃないのよ食べたで もうぴったりだと思うのよ、うんうん、なんでいや本当に2人がなんなのあの付き合うなら、うん、俺マジで本当、うん、あのマンションのお金出すから2人で住むそれは全然 OK だもん、うん、それ例えばあのもしかしたら何千万するかもしれないじゃん、うん、マンションで、うん、そりゃそうよそれ出してももう2人が、うん、結婚することで、うん、俺へのバッグがもう80億ぐらい安いもん安い二人にもうずっとついていくみたいな感じになるから、パワーバランス的に。あ、そう。それで、そこまで春日さんはどう見てんの、うん、それ、菊池さんのこと。だって絶対なんか、わかんないですよね。だってそのドッグカフェの人が気になってるからっていきなり私言われたんですよ。で、それ、このラジオで言ってるんですよね、うん、ドッグカフェの方の。そうそう、なんか長いのよ、それが。そう、私、全く知らなかったのに、全く知らない私に言ってくるって結構ガツじゃないですか。ああ、ドッグカフェの気になる子がいるから。しかも、今日ちょっとごめん、明日早いからとかじゃないんだもんね。うんうんドッグカフェのっていきなり言ってきたんですよ、うん、ドッグカフェみたいな、うん、あそのねこうに、うん、そのね、うん、が負けてるのやっぱアミミはそのドッグカフェのことあまあ負けてるよねそれは負けてるよあちょっと待ってちょっとショックだ、ね、どこのドッグカフェですか何行こうとするんじゃない一応見に行こうとするんじゃないどのくらいの感じで一応まだ諦めてないわけでしょだから、うん、それでいやそうだからさいや好きとか嫌いとかじゃないのよもううん、うん、だからもうさいや一回さそういう目で見てみてくださいいやだから二人であの今日はね、うん、俺はね、ちょっとね、うん、考え方変えた。何よ。実は今日はこのラジオで、うん、付き合う付き合わないどっちっていう着地点まで行こうと思ってたの。うん、はっきり白黒さすって、はいはいはい。でも私今二人の感じ見てやめました。もう何今日は、うん、とりあえず、一回だけ二人でご飯に行く約束をしましょう。それで終わりましょう。ちょっと待って、恥ずかしい、恥ずかしい。本当に恥ずかしい。ね。
やば。イエーイ。ちょっとそれでいいですね。いやそれはいいよ。いやそれなんでよ、それひどいよ、うん、ご飯ぐらい。いや何人かだったらいいけどさ、うん、2人で飯ってもうなんかもう、うん、笑って面白いじゃん。いやこれはガサガサしちゃ失礼よ、その言い方は。何喋るよ、失礼本当に。いやじゃあしゃべる、うん、そういえばガサって、ま、マジで全然喋んないのよ普段。そうだから全然喋んない人がいいんですよ、うん、ああそうなんだ。自分が喋ってる方が、うん、あ、うん、でもねそれだったらいいと思うよ、うん、本当に喋りたいからね。そうだ、春日さんって、うん、そのオフの時髪の毛下ろしてるじゃないですか、保湿さんみたいにしてないじゃないですか。今もね、そう今もしてるから、うん、これもなんかちょっといいですよね。これでもこれはみんな言ってます。ああかっこいいって。オフの時髪下ろしてるからなんかかっこいいよねって。あ、なるほど、すごい言ってますよ周りの人。じゃこの状態でじゃあご飯行きたいぐらいの感じ。え、何食べに行く。いやそれはもう行きたいけど行けない。私も俺が金出すから全部、あの個室と予約も俺が全部する。あと2人には時間だけ送るだけ。お互いに入ってきて、うん、で俺はもうあとな、あと俺はそこからあとはもう絶対聞かないし、もうラジオでもネタにもしない。今日してくれよネタに、そんなもん。え、私と春日さんが今後何かあっても絶対言わないでくださいね、うん、ラジオで。なんかムカついちゃった今。なんでなんで。わかんないじゃん。もちろんだからここから先は私はそんなブスで、うん、そんなね、うん、若い二人でって感じですよ本当に。なるほど、あとはお任せしますと。そうそうそう。でもやっぱいつものバラエティでは戦闘モードの菊池さんといつもと違う、うん、やっぱ女の顔してる。そういや戦闘モードでしたって。同じだよ。いやいつもと違う。戦闘モードじゃないんだな。いつも今日違うね。違う。いつも本当に違う。女のいつもより面白いよなんか。いや私本当に。私も面白いと思っちゃって。今日マジで緊張しててやばかったんですよ。あそう。本当に緊張した。最近のもう、うん、番組収録よりも全然緊張しない。あーなるほど、ね。そう。本当に一回お風呂入ってきたんだから私だって本当ね、一回帰って落ち着こうと思って、そう帰って帰って帰って、いいよそのままで来なさいよ。いろいろ考えちゃう、このいろんなこと。オードリーのオールナイトニッポン、本当、うん、CM 中にもね、本当二人がね、うん、千葉喧嘩を始めちゃって。いや千葉喧嘩じゃないよ。どういうことかっていうと、うん、そのドッグカフェの女の子、うん、春日さんが、うん、付き合ってんのかどうかってことを、うん、ちょっと菊池さんが問い詰めるという形で、うん、気になりますから ね, ね言えないのかなと思ってラジオでは。ああ、うん、そういうわけじゃないけどね、うん、まあ春日さんもねこれ菊池さん一つあれなのが、はい、やっぱこんだけかっこいいじゃないですか、うん、男もちろんそうなるとねやっぱ女性ファンがやっぱ多いんですよ、うん、でもそうですね本当に、うん、こっちにも来ましたもん、うん、あの本当に春日さんのファンの方で、うん、マジで菊ちゃんみだけはやめてほしいみたいな、うん、本当に来てますからねこっちにも。それだけ、うん、それはひどいね、ひどい話だよねやっぱ。やっぱその彼女がいてもその言うことはできないっていうのが本当、もう2008年からそうだと思うな、お前な。取り決め、事務所との取り決めあったもんね。事務所厳しいんだ。アイドルじゃねえんだからさ。それこそさ。俺は結構なんか風俗行ってるとか普通に話してるんだけど、カスはやっぱそういうタイプじゃない。いや、結構話したよ、その類の話を。ラジオで。まあちょっとそれは聞けないと、ドッグカフェのことはまだ真相はね。聞けないってことはそんなないからね。進展が。いやまあこれでちょっと俺はちょっと考えたんですけど、やっぱ二人の距離がちょっと空いてるんですよ。まだもうちょっと詰めてほしい、菊池さんの爪にもね。ラブかライクか、ラブかライクかどっちなんだみたいな距離になっちゃってもう爪にもう自分のそのメッセージが、はい、メッセージネイルですね。ね、恥ずかしい、うん、本当ね、今後なんかバラエティとかで一緒になるのやだ。なんでよ、すごいやだ。全然いけるよ、恥ずかしい、私無理、女出ちゃういや本当に私だって女なんだから。それはそれはわかるよ、それはもちろんわかるけども、実際さ、うん、彼氏はさ作ってもいいの、もう全然いいんですけど、そう増野さんとかにも言われるんですよ、菊池は絶対に男いない方が、うんうん、面白いよって言われるから、そんな彼氏できました、例えば鈴木奈々ちゃんとかも結婚してますけど、ああいう感じはないと思うよみたいな言われてて、確かに自分でもなんか
恋愛の話とかあんましたことないし、別にないし、そんななんか恋愛トークの番組とかあんま合わないんですよね、多分。そういえばそうだね。あんまり確かにイメージないね。で、もしさ、だから付き合ってる時から付き合ってますっていう人いるじゃん、芸能人でも。どうすんの、二人は。ちょっと今二人で話し合ってよ、それ。もし付き合ったとして。私は、じゃあ私から行きますね。私から行くんだね。いいよ、それは。私は、あの、一年ぐらい付き合って、で、付き合って、婚約の時に、スポーツ新聞でバレたい。いや、だからみたいな。だから、1年ぐらいは内緒にしとくっていうことだね。付き合ってる時は内緒。それで、春日さんはどういう希望は？希望は、まあ、やっぱりその、公表はしたくないよね。それは1年、2年。1年、2年っていうか、その。結婚とか婚約した時に発表したい。まあ、結婚とかもなるべくしたくないけどね。結婚したくないの？そう、公表をね。ああ。そうなったらね。あ、そんなことだって許されない。な、許されないけど、そういうことになったら、もう出すけど。うん、あ、結婚になったらね。そうね、お付き合いしてる時に。本来付き合ってることもあんまり公表したくないという。まあそうね。じゃあまあまあ同じだね、ほとんどね。一応。ほんとあの、うちの事務所の人と、若林さんだけが知ってる。いや、俺はね、あのせ、そうなったら聞きたくないわ。嘘！ずーっと面白いから、俺。そうなっちゃうでしょ？その面白さで、これはもう絶対伝えないでください、私には。だってあの、私のね、友達モデルさんで、はい、そのジャンポケの太田さんと結婚したの、はいはいはい、もう絶対内緒にしてたけど、うん、相方さんには言ってたって言った方が円滑に進むよっていうアドバイスもらったから、うん、俺は無理だわ。菊池亜美と付き合ってんのちょっと、うん、でも公表はしないから隠してくれって言ったら、うん、毎日面白すぎて、うん、そうだよ、それがなんかしくじり性ってとこでも変なツッコミしちゃう嘘、うん、それがだからやっぱり、ね、でも内緒にするってことで気があって、うん、それで同棲はするの、それとも、うん、あの別々の、それはもう別々でしょう。別々、菊池さんもそう、うん、私任せるいや、ま、自分で決めなさいよ。なんで、ね、なんで笑ってんの、だってリアルちゃんと答えてって言ったじゃん。いやおかしいですよね、ちゃんと答えてって言ってたから、まあね、ちゃんと答えてる。確かに任せるんだもん。任せる、春日に任せる、そこは、ね、耳は悪くないよもうなんかね、すごいテンポぴったりだよ、任せるんだから任せる。で、菊池さん、あの、その料理とかできるの？料理は意外としますよ。そんなすごい凝ったやつとかじゃないですけど、普通の。で、カズヤさん、あのボディービルやってるから、うん、その食事制限とかあんのよ、うん、炭水化物とか。そうよ。そういうのめんどくさいでしょ、だって、そんなんなったら。うん、大丈夫、うんできる。そういう時は大丈夫だと。できんの、うん、意外とね、うん、あの、大丈夫、そういうの。あ、そう。合わせられる。合わせられる。うん、なんか作ってくれるってこと？はい。料理を。あとね、もう一個ね、うん、問題があって、その、うん、ちょっと話しにくいことなんだけど、その、ちょっと夜の方なんだけど、うん、あの、カスラさんがね、もうね、あの、相当パワー系なのよ。それ大丈夫かなと思って。でもそれも、で、大丈夫だと思って。あーじゃないんだよ。全然大丈夫よ、私。普通に話して。ずっとそういうのないから。あの、本当に。ああ、そう。そう。パワー系なのは大丈夫ね。うん、全然もう。あ、うん、全然平気。で、その、で、それで、体勢とかスタイルを変えるときに、春日が癖で、よいしょって言うのよ。それ大丈夫、ね、ああ、うん。お祭りだっていう、その、自分も哲学があるから。うん、でも、私全然本当に、うん、もうそっち系大丈夫。本当に。いや、経験したことねえだろ。盛り上がるかもよ。盛り上がるかも。盛り上がるかも。じゃあ、アイドルでしょ。わかんないじゃん、だって。ダメよ、そんな答えちゃ。わかんないじゃないですか。そもそも答えちゃダメな質問だから。意外と、春日さんが引くほど私がすごいかもしれない。拾うんじゃないよ、アイドルが。自分で言うんじゃないよ。ダメよ、そんなわかんないって言わなきゃダメだな、アイドル。わかんないけどね、わかんないけど。いや、これ俺、いいと思うけどな、ほんとに。いや、こんな日本を幸せにするカップルいないよ。だって、誰も羨ましくないんだから、そこなんだよ。そこなんだよ、そこ。いいじゃないですか。これはいい意味で言ってんだよ。こんななんか和む、まあ、心がほんわかするカップル。応援してくれるってことね。ほんといないもん、やっぱり。だから会うタレントさん、会うタレントさんに、うん、なんか、なんとなく聞いてみたんですよ。春日さんとかどう思いますね、なんか、サミちゃん彼氏いないのとかよく待ち時間とかなるんで、え、春日さんとかどうですかねって、井森美幸さんに聞いたんですよ。すごいね。そしたら、すごいとこ、その、それこそバラエティ前週の時に、春日くんめちゃくちゃいいじゃんって言ってて、でもなんかその歯並びとかが、悪い子がいいって言ってたんですよって言ったら、本当に付き合うとなったら私もう前歯抜いてあげるからって。井森さん、面白い会話してんな、さすがに。前歯抜いてあげる。糸でこうやって。
なんで昔の抜き方するんだよそれで。あ全然並びをね。うん、あいやそういうわけじゃないの。前歯がない子が好きとかじゃないからね別にね。いや俺本当いいと思うけど、うん、その24時間テレビとかも、うん、なんかマラソン24時間テレビとかマラソンとか走ったりして、日テレの方を2人で、そうそう2人で2人で2人か春日走ってんのをなんか菊池さんが応援しに行く。いやもうそれいや面白いよ。そ超バラエティーだよそれは。それは、うん、菊池さんはさあの、うん、俳優さんミュージシャンの方もいるし芸人さんもいるし、はい、そういうのは別に考えてない、どんどんジャンルがいい嫌だはないの。全然あの、うん、できれば普通の一般の人の方がいいなと思ってたんですよ、うん、なんかねえちょっと笑わないで私の恋愛感。なんでだってなんか、うん、そのネタにとかできないから多分その面白くないから自分が言ったとしても、はいはいはい、だから一般の人だったら別に興味ないじゃないですか、はいはいはい、みんな聞かれないしね。そうそうそう、そっちの方がいいかなと思ってたんですけど、そもそも、ね、でも最近はそういうのとらわれないようにした。あ春日に出会っちゃったからね。そうそうそう、やかましいわ。そうそうそうじゃねえよ。いや今日はやっぱね、ずいぶん艶っぽいです、いつものね。いやもう笑っちゃった。もうやめて。頑張れよ最後まで。いつものじゃ今日やっぱお風呂入ってきてるからかもしれませんけどね、うんうん、で春日さん自体の、うん、これはね菊池さん前に抜きにして、うん、はい、俺も本当春日の本当高校の時のタイプでもう止まっちゃってるから、うん、実は俺もどういう人が好き、はいはいはい、でその本当歯並びが悪くて、うん、もう本当ぽっちゃり、もうその彼女しか見たことない、毎回ぽっちゃりで歯並び悪いから気持ち悪いと思ってます。それはもうしょうがない、そういうのがいいんだ。本当にそうなんですよ、変わりません。でもタイプでそれが変わったかどうかですよ、春日さんどうなの最近の、その最近タイプ、ああまあそういうそのね歯並び悪くてぽっちゃりっていう子だけじゃないっていうのは広がってます、大人になってね、そうね、うん、ピンポイントじゃなくなったっていうのはあるけども、はいはい、はい、うん、私は私でどうな、うん、結構ね言ってたよ春日も、なんかあの、うん、本当にあのその、うん、ロケのやつね、うん、やった時、はい、あんだけ裏表ない子も珍しいよなこの世界ではみたいな話になったのよ、二、人で、うん、なんか そのままもう、うん、あのなんか銃を銃で喋るもんなみたいな、うん、話をしたらなんか、うん、確かにそうですなみたいな、まあ、言葉少ないから普段で俺もねその横顔見てね、こいつかっこいいなって。ああ嬉しいね、嬉しいわ、嬉しい、でも分かってんなっていうね、うん、ところがあるわけでね、そこは、まあ、いい子はいい子でめちゃくちゃいい子はいい、それでまあ可愛らしいと思う、それはまあアイドルさんですから。あ、ね、何が無理ですかじゃあ、無理っていうかその無理とかじゃそのいけるとかじゃない、面食らっちゃってんのいきなりで、もしかして面食らっちゃって、まあ面食らっちゃってる部分もあるかな、 あるし、やっぱりそのね、そのそういうやっぱり感じじゃないんだよそもそもね。どういうこと、好きだ嫌いだとか言うんじゃなくてさ、うん、やっぱ面白いなとか。でも可愛いと思ったんでしょ、うん、あのタカさんのカラオケで。それはそのギャップでね、あそれなんか歌は恥ずかしいんだみたいな。じゃあちょっと今行けます、うん、カラオケ歌えますよ。いやちょっと待って、それは無理です、絶対無理、絶対嫌だ。あこのねえやだ、ねえちょっと待って、本当に嫌だよね、本当に絶対嫌だ、絶対嫌だ、これこんなこれはダメ、若林さん悪い、本当にダメ。じゃあ一回ちょっと止めましょう、ちょっと待って、この感じが可愛かったってことですか。まあそうだ、その時はね、今はまさにまさにこの感じよ、ちょっとその時はねってちょっとどういうことなのよ、うん、何がその時は可愛かったの、そんな、その時みんなバーって歌ってて、うん、それこそ春菜愛さんのねお店で、うんうんうん、バーって盛り上げてカラオケバーってやってたのよ、はいはい、でなんか菊池も歌えよみたいになって、はい、いややだやだってまさに今それになったの、ね、なって、うん、誰かこれ入れたの、うん、でバーってじゃあ歌おうってなって、もうこんな感じ、うん、本当にやだやだって言って最終的に大西ライオンが歌ってたからね。本当に嫌なんですよ、だからやだやだって言って歌った方が絶対面白いというね、面白いけど本当に嫌だから、うん、もうバレないようにこうねやってたんですけど、ああ急に入れられちゃったから、それを見て可愛いと思ったでしょ、うん、その時はねやっぱりあそう何でもやりそうなイメージじゃん、それこそバラエティロケとか見ててもさ、ね、歌歌う以上に恥ずかしいことやってるじゃない言ったら、うん、ちょっと、うん、なんかお前今日感じ悪いじゃん、感じ悪いと思った、すげえ上からだってさ、そのさ今思ったんですけど、うん、そこで私のこと一瞬でも可愛いって言ってくれたのに、うん、なんで私とは、うん、
だって やればできるでいいじゃん別に。別にアイドル。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。自分を肯定しろ。今あの話はね、うん、その CM 中ですけども、はい、結局その付き合う付き合わないまでの話は菊池さん的にはまあそこは置いといて、うん、あの一発やるぐらいの感じでは見てくれないとおかしい、うん、そういえばっていう、普通に考えるとおかしいでしょ。だってそうだだってね、私が春日さんと一発やりたいっていう発言はそれはおかしいと思いますよ、うん、おかしい、おかしいよ、アイドルだもん。でも、うん、それを一発やりたいとかじゃないですよっていう、うん、受けた春日さんが、うんうん、いや俺は一発やりたいけどねで、うん、いいよね、いいじゃないですか、うん、なんでやりたくないのって感じじゃないですか。逆に付き合って付き合ってって別に言ってないもん。で俺ね結構やっぱね春日ね、岸さんっていうか皆さんが思ってるようにね、うん、ウブなのよ、うん、結構、まあね、気やすくはシャイというか、うん、で距離をちょっと縮めた方がいいと思って、でちょっとあのヒロシが徹夜で考えてくれた、うん、あの吊り橋効果じゃないけど、うん、はいはい、二人でドキドキして、うんうんうん、共通の体験をして、ちょっと距離縮めたいと思って、うん、ちょっとドキドキお財布キャッチっていうのをやりたいんですよ。何それ。ろくなもんじゃん、ヒロシ考えたって。で、春日さんが、うん、裸になって、うん、あの私がね、うん、上から、うん、春日さんの財布を落とすんです、それこそね。うん、で、その菊池さんが反射神経で、菊池さんの手と手の間を落とします。うん、それをパーンと挟んで、キャッチできたら合格、うんうん。ただ、キャッチできなかったら、下に春日さんが寝てて、うん、お湯の入った、お湯の入ったね、たらいというか、オッケーというか、あるんですよ。うん、洗面器が、うん。で、その中に、財布が入っちゃいますから、もし菊池さんがキャッチできなかったら。そうなってくると熱いわけですよ。それを二人で乗り越えてください。うん、ちょっと待って、もう一回、ちょっとあんま聞いてなかったわ。なんだって。だから俺が高いところからこれ机に登って、お財布を落とします、うん。それを菊池さんが反射神経で、うん、手で挟んで、どうぞ。白肌みたいな感じでね。で、それを、うん、取れなかったら、下に春日さんが寝、ちょっと寝てください、もう。私が寝てる。それがよくわかんねえんだよ。で、そこの、お湯の中にお財布が入っちゃう。ひろしお前なかなかお湯入れてきたな。量多いな。使っちゃうこれ。もう跳ねちゃうぞそれもし。全然大丈夫、全然。私がね寝て、お湯はどうすんの？お湯は春日さんのお腹の上に置くんですよ。あそこに入っちゃうってことね。大丈夫かな。でお湯こぼれて熱いし。そう。それを二人の愛の力で乗り越えてみろっちゅう話だよ。いや、なんでそんな試練を与えないといけないんだよ。でも頑張りますね、春日さん。なんで前向きなんだよ。いいね、じゃあ春日さん寝て。寝て？そう。いや、これまた熱いやつだろ？ね。なあ。だ真剣に私も、だから今日バラエティー、どっちが面白いとかいうテンションじゃないから。これは面白じゃなくていいから、うん、本当に。面白いとかいうテンションで来てないから。うん。誰かに評価されたいとか思ってないから。今日はね、一、うん、人の女として来てるんだから。頼むよ。うん、これ、菊池さん、一丁羅で来てくれてんだから、本当にね。一丁羅で部屋着だろ、そう考えて。行きますよ。頼むよ。大丈夫？俺、お財布もダメになるしさ、中身も。急に落とすからね、菊池さん。オッケー、オッケー。よく見といてよ。え、待って、これめっちゃ可愛い。もう行きますよ。頼むぞ、行きますよ。よーい、スタート。頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。待って待って、行きますよ。見とけ どっち見ればいいの？財布を見てる、下がれ、洗面器見てどうすんだよ。バカやろ。熱々、もう財布、財布、あー、ギソギソ、おい、おい、菊池さんに頼むな、熱いな。何やってんだよ、熱いな。一瞬見逃しちゃった。なんで見逃すんだよ。一瞬の先にされちゃった。バカじゃない。いやー、これー結構ですよ、これあいなすいません、春日さん濡れちゃった。いや、考えられないよ。どういうことが考えられないのよ。ちょっとしっかりするとすんだ。何しっかり仕切ってるんだよ。いや、見逃すってありえる。いや、一瞬キャッチできないとかは分かるけどさ。ちゃんずっと見てたけど、一瞬見逃すなんてねえだろ。このゲームに関して。
なんで目を切るんだよ。すごい見逃した一瞬だけ。いやーそうかー、ここで、ね、でもドキドキがあったんですよ、2人。なんかすごいドキドキしたでしょ。めっちゃ近くに感じますこういうのもっとやってきたい。効果的面だね。春日を、うん、春日を近くに感じたでしょ。感じたいね。春日さんはどうだったの。いやまあ確かにさっきよりはね、うん、こういうゲームをやることによって距離は近くなったけど、うん、やっぱり仲良くなったとかじゃないね、うん、なんでなんだと新しいなぜ見逃すんだと目を切るんだそれは女の子ね、うん、その反射神経なかなか難しいよ。いやでキャッチできないのは分かるんだよ、うん、見てねえんだからその瞬間どういうことなんだって。えあのって言おうと思ったらなんでだよ集中してないんだからその時意味が分かんないのこのゲームで。やられた一瞬。俺もあんな上から財布が水に落っこってくるの見たの初めてです。そうでしょう。もうミルクなの王冠みたいになってます。それがなんか2人の幸せの証みたいに見えました。いや綺麗じゃないよ。楽しくないですか。でもこれほらなんかすごいできるんですよ、うん、なんか俺も2人が、その2人がテンション上がってるの見て俺も嬉しかった。なんか、うんうん、なんか本当にうん、すごい。でも私もなんか私たちで笑ってくれる若林さん見れて嬉しかった、うん、共同作業じゃなくて嬉しくないですか。共同作業じゃねえよ。めっちゃ嬉しかった。私は財布にいられただけなんだから。私すごい嬉しかった。いやそういうことなのよ、うん、じゃあいいね春日さん、これ食事行くっていうことでいいね今今ので、うん、今ので食事行くにはならなくないかい。ならないか。財布落とされてさ、お湯ぶっかけられてさ、体に。まあなんかちょっと変だよね。ご飯もね。でご飯行くっていうのもないっていうのはなかなか、うん、そうドッグカフェのこと、うん、なんか関係あるのやっぱり。いや絶対ありますよね。いや関係あるとかじゃなくて、それはまあ大事なね、うそう時期だからさ。大事な時期。そうよ。ちょっと待って、待って、ちょっとやだやだやだ。うん、今のこれでも掘らなきゃダメだぞこれ。何がだよ。大事な時期っていうのはどういうこと。いやそういう瀬戸際のところよ。何が。いやそうお付き合いするのがどうなの。何年やってんだよお前お前何でドッグカフェってもう 2,3 年言ってるよね。でも37ぐらいってなかなかすぐ言わないじゃないそういうの。俺なんか結構すぐ言うけどね。あそうなの。言う最近言わないでだって。言う言うガンガン言うもん俺。どこで言うのよ。いやキャバクラとか若林さんは、うん、おじさんのやつ。あの彼女いないんですか。いないんですよこれが。でも、うん、私ね、これガチな話、これも本当に笑ってほしくないんですけど。何じゃ笑わない。あの若林さんマジで手島さんいいと思う。手島優。いや手島絶対いいと思う。いやいや本当に素敵だと思うんだけど。いや絶対合う。いやもったいないよ。もったいない。いや私この間、手島さんとご飯行った、うん、手島さんって、うん、そもそもが若林さんとか、うん、それこそバカリズムさんとか、うん、そういう系の人好きなんですよすごい。ちょっとなんか暗いというか、なんかちょっとこう、うんうん、知能派っていうんですか、なんていうんですか、はいはいはい、知的派みたいな。インテリっぽい、ね。そうインテリっぽい感じの方が好き で、うん、でずっと言ってて、うん、その若林さんが出てる番組とか本当に全部見てるんですよ。うん、気持ち悪いからマジ見てますよ本当に。あそう。全部見てて、うん、好きなんだね。そう本当に。じゃあ分かった、うん。こうしよう。何？ね、うん、ね。うん4人で俺ん家でそうめん食べよう。で地獄じゃねえか。ね、4人だったらいい。流しそうめん。ね、4人で行こうよ。4人で盛り上がっちゃってる。4人で行こうよ。盛り上がっちゃってんじゃない。すぐ言える。絶対行かないだろ、そんなもん。俺ん家。俺ん家でやるから。家で、うん、行きたい行きたい。4人で流しそうめん。テジさんだったらすぐ誘えます。テジさんってなんだよ。テジさんだったらいつでも誘えます。で俺もテジさんとあの財布のキャッチのやるから。うんテジ手全然動かしてないのテジ家で4人で行きましょうよ。それ4人でいいね、カズさん。4人ならいいね、カズさん。まあまあ、4人だったらいいよ。うん、それだったらね。じゃあ、そのね、うん、あの、菊ちゃんもカラオケも歌って4人だから、それはいいでしょ。ちょっと待って、ね、本当にそれは嫌だ。ね、本当に嫌だね。ダメ、4人しかいないんだよ。4人だけど、もうそういう決まりはありますよ、ルー、決まりは。約束。もう全員爪にラブとライクって書いてくるそれは絶対やってくださいよ。へぇー。ね、菊さんね、そういう会ですから。恥ずかしい。あ、そう、じゃあお店をね、教えてもらっていかなきゃいけないじゃん。4人ならいいの？いや、テジさん多分めっちゃ喜ぶと思います。結構ガチで、でそのご飯の時にプラチナムのマネージャーさんもいたんですよ。で、うん、若林さんって言ったら、うん、マネージャーさんが、いや手島が言う若林さんってガチすぎませんって言ってて、ガチすぎるからその
これ出るって言ったんですよ。出るときに、私が言っといてあげますよ、若林さんにって言ったら、マネージャーさんが、いや、手島が、その、若林さん好きっていうのは、ビジネスじゃなくてガチだから、気持ち悪いぐらい好きだから、多分引いちゃうよって、若林さんが。ってぐらいすごい。ああ、じゃあなんか番組とかでネタにされても。だって言われたことないですよね、多分。ない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 。なんかうまいこと答えられないぐらいの、レベルのマジなんだ。だからそこはさ、私と春日さんが先になんかもうちょっといい関係になっておいて、次のさ、バトンを渡そうよ、こっちに。わかりました。じゃあやりましょう。絶対頑張れ、乙女。ん？欠落アウトネオやりましょう。ちょ、待って待って、なんでさ、バカなゲームの流れになってんの？またバカなゲームだろ、それ。菊池さんが今決意してくれたんですよ。なんつった今。頑張れ乙女、かっこ笑い。欠落アウトネオをやりましょう。アイドリングの曲だ。頑張れ乙女、かっこ笑い。ね、はい。どういうことかというと、うん、春日さんのお尻に、うん、マスを4マス作ります。なんで4マス ?4 マス、はい、分割すんので、お尻の、出口があるじゃないですか。うん、はい、お尻の出口が、まあ、その、なんていうんですかね。何よ。ブルというかね。あ、一発で4枚抜きできるんですよ。あ、だから、もし真ん中に来たらアナルと言ってください。私がいいですね。したら、もし真ん中に菊池さんがお湯をこぼすことができたら、二人で食事行ってください。いいですね。それを春日さん、どこにお湯が落ちたか言ってください。じゃあ、お尻出して。いや、待って待って待って。やろ、おい、そのお湯大丈夫か、これもう最後だぞ。寝てくださいじゃない。でも床びしょびしょ、びしょびしょの上に寝んの、はい、事務所的に大丈夫、このゲームは。全然何でも大丈夫です。かっこ笑い。全然。ラックアウトネオ大丈夫。全然。曲をさ、ネタにされちゃって。これで、カズさん、ほんと、真ん中に落ちたら、食事行ってくださいよ。それはじゃあ分かる。まあ分かった。うん、いいね。真ん中も難しいでしょ。そう、言って。だから、お前が食事に行きたければ、うん、なるべくお尻を開いて。待つということになります。寝てるんでしょ。どういうこと。すごくない、これ順番おかしいですよね。食事に行けないのにそのお尻見れるって。ポジティブ、ポジティブな考え方するな。見れる、これはプレミアムです。お尻が見れるって多い。いや、いいですね、ちょっと。じゃあ、冷たい、冷たい、冷たい、冷たくなってるからさ。あ、これ昔イボをを凍らせて取ったところが後になる。ね、ちょっと待ってね、思ったよりめっちゃいいお尻なんですけど。ビビる、ね、超ビビる。だったら刺すんじゃないよ。マスを描いてんだよ、俺は。ブルに刺すんじゃないよ、マスを。マスを描いてんだよ、マスを。またやろ、ブルに刺すなよ。マスを描いてんだからしょうがないぞ、それ。マスを。待って待って待って。いや、その縦の線いらねえだろ、別に。なんでよ。いや、縦の横の線はわかるよ。はいはいはい、縦の線いらねえだろ、4分割の。何を言ってんだ、さっきから。引き締まってるぞ。ちょっと待って待って待って。さあ。すごい引き締まってる。いいよね。鍛えてるから。鍛えてるからね。ストイックだから。4と。今書きましたから、菊池さん。これで真ん中に落として、はいはい、食事に行きましょう。はい、それでは菊池さん、ちょっと待って、頑張れ乙女、かっこ笑い、欠落アウト、用意スタート。いきます、このまま。あっ、すごい、2回、すごい入った、すごい入った、すごい入った。春日さん、思ったより入った。春日さん、当たった場所を言ってください。アナル。あ、やりました。ありがとうございます。アナルいただきました。ダメよ、そんなこと言っちゃう。食事でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。頼むよ。嬉しい。いただきました。いただきましたじゃないんだ。しょうがない。いや、しょうがねえな、本当に。結構すごい一生懸命当てに行ってたもんね。そうだね、2回入れたよ、ガチで。ちょっと、面白かった。あ、まだ本番中これ。あ、まだ本番中。あ、そうなの。落ち着いちゃったよ。興奮して音が聞こえなくなっちゃった。はぁーなんて言っちゃってさ。いや、だからこれ食事で、うん、お店の方任せてください、私に。いや、いいよ、それはもうなんか撮るよ、こっちでさ。撮るよっていうか、最後、じゃあもう自分で撮ってくれますか。そんな若林さんの世話になることないでしょ、だって。あ、本当ですか。悪いでしょうよ。
じゃあ春日さんがやってくれるって。本当ですか。いやもうそれはもうね、うん、ゲームでね、うん、そうやっぱアナルいただきましたから。いやそう俺も上から本当見えた、うん、完全にアナルに落ちてて、いや入ってて結構締め気味で私も言ってたんだけどね、初めてやったのにこのゲーム当たり前だよ絶対やんないだよ、ねということで、よかった、うん、最後はね。ありがとうございます。まあそうね、よかった、よかった。付き合いそういうことじゃなくて、うん、仲良くなるだけでもいいじゃないですか。うん、ちょっと来るのすごい緊張してたから、うん、本当にこれで距離が縮まったと思って嬉しいです。うん、そうですよね。それはよかった、それはね。うん。菊、うん、さん、ちょっとまたいつか来てください、はい、このラジオ。ぜひぜひ。もしよかったら、ね、よろしくお願いします。今日は遅い時間、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。